桜エビは桜エビ科に属するエビの一種。深海に生息する小型のエビである。生体は体長40ミリメートル前後。体は透明だが甲に赤い色素を多く保持し、生体は透き通ったピンク色に見える。桜エビの和名はここに由来する。2体の触覚のうち第2触覚は体長以上の長さがあるが、角角は短い。5体の足のうち第2 第3歩脚が挟み足に変化し、第4、第5歩脚が短い。対表には約160個の発光器が並んでいる。発光器が実際に光を放つことは未確認であったが、ストロボを当てるなどの刺激による微弱な発光の測定に成功している。産卵期は5月から11月で、 メスは交尾後に800から2300個ほどの卵を水深20から50メートルの海中に放出する。寿命は15ヶ月ほどで、孵化後1年で成熟し、産卵後2から3ヶ月で死ぬとされる。白エビパシピアジャポニカは、外見、生態、利用法まで桜エビに似るが、エビの分類上では全く別の系統に分けられる。日本では、駿河湾及び近接の東京湾、 相模灘。さらに、長崎県の五島列島沖に分布するが、漁獲対象となっているのは、駿河湾のみである。五島列島沖での生息は、2019年2月22日に、日本と台湾の研究グループの調査などで、公表された。見つかった場所は、福江島の南約40キロメートル地点。2017年5月に偶然発見された。西日本での発見は、これが初めて。 また、台湾東方沖、西南沖にも生息し、中国語で桜花エビ、怒り光桜エビ、台湾語で宝キャックの名で呼ばれ、近年は漁獲対象となっている。深海の中層を群れで遊泳する。昼間は水深200から300メートルほどにいるが、夜には水深20から50メートルぐらいまで浮上する日周延直運動を行う。 海中を浮遊するプランクトンやデトリタスを捕らえて食べる。一方、天敵は外洋性の裸イワシやイカなどがいる。日本国内の水揚げ量の100%は駿河湾産で、主要な魚期は4月から6月までと10月から12月。6月11日から9月30日までは繁殖期にあたり禁漁。冬はエビが深くにいるため丘漁である。産地を防ぐため、 静岡県桜エビ加工組合連合会は2020年に駿河湾産桜エビの認証ラベルを導入した。駿河湾での桜エビ漁の歴史は浅く、1894年に由比の漁師がアジの網引き漁をしていた時に網が深く潜ってしまい、その時偶然にも大量の桜エビが取れたことが始まりとされている。 本格的な漁業は、翌1895年に、由いで、1896年には、カンバラで始まった。由い工漁協の由い、かんばと大井川工漁協の大井川、計3カ所の基地に100石の許可証を持つ漁船がある。当時静岡の魚の一大消費地だった山梨県、甲府市で、桜エビと名付けられた由、桜エビ資源を守るため、静岡県、 桜えび漁業組合所属のすべての漁船が一緒に漁に出て漁獲調整を行い水揚げ代金を全線でプールして利益を分け合う合うプール制が1977年に完成し現在に至っている地域団体商標としてゆい桜エビと駿河湾桜エビが登録されている輸送中水槽が酸欠になりやすい 輸送のストレスで有毒なアンモニアを発生しやすい、などの理由で、静岡県外などで生きた桜エビを入手するのは困難だったが、酸素のナノバブルを水中に増やす、また、アンモニアを分解して、窒素を取り除く、微生物を利用するなどの対策によって、試験段階ではあるが、数日間程度なら、生かしたまま輸送することが近年では、可能になってきている。 台湾でも小規模な漁がされている。1980年代に日本で不漁となったことから、大体産地を探した結果、漁獲対象となった。主に台湾南西の平東県省、琉球周辺海域と東部の宜蘭県の亀山島、周辺海域、台東県内、竹里沖の3カ所が漁場となっている。2018年、 春漁の19日間の出魚での水揚げ量は記録が残る1986年以降で最低の約312トンとなったため予定より早く打ち切った。不漁の原因は2017年に水温の高い黒潮が大蛇行して湾に流れ込まなかったため散乱する親指が減少したと考えられていた。同年秋漁は12月10日の資源調査で水揚げに 歴さない体長三十五ミリメートル以下のチエビが十三から七十六パーセントを占めたため十二月十三日に打ち切られた。史上初めて一度も失業しないまま起量を終えた。二千十九年の春漁は三月二十四日から六月五日の予定を早めて五月三十一日に打ち切られた。三十一日夜に水揚げされた桜エビは産卵エビがこれまでより 明らかに多く含まれていることを目視で確認したことによる。この春の漁獲量は約85トンで、不漁の昨年をさらに大きく下回った。有意向漁協は、桜エビの不漁に、藤川水系の濁りが関係していて、藤川上流の早川上流にあり、大差が進む、アメハタケダムが濁りの主因、と指摘。駿河湾に流れ出る、 放水路の見学物を静岡県が調査したところ、基準値 25mg を超える 427mg だった。1967年に完成したアメハタケダムは民間が管理する発電用のダムで大差率は93%となり、国土交通省は大差による上流部の川床上昇により浸水被害が発生しているため、 ダムの安全性及び機能への影響が認められ、直ちに措置を講じる必要がある。としている。静岡県が設置した有識者による森は海の恋人水の循環研究会では、日本系金属が管理する雨畑ダムの水は、複数の水力発電施設で使われた後、同社カンバラ製造所の放水路から、駿河湾に流れ出て、大佐が海底湧水の出口を塞いでいる。 という仮説が提唱され、ハリマナダのように海洋生態系に影響が出ている可能性が指摘された。同研究会は今後3年かけて不良の原因などを探ることを確認した。藤川の問題が主に静岡新聞によって提起される一方で、2020年には自主規制による近緑区での創業が行われていたことが露呈し、2021年には 金力区を保護区として、調査を目的とする試験創業を行っている。これら金力区の設定については、主源回復の科学的根拠もなく取り締まりもない、身内の談合に近いものであることが露呈したとされ、高速力のある漁業調整規則で乱獲を、規制しない県の責任が指摘されている。産地偽装日本国内では2018年の失業、取りやめ、 2019年の不良により、国産桜エビの流通量が減り、台湾産の流通量が増えている。これに伴い景品表示法で定められた、原産地表示の偽装も起きており、静岡県内の業者の手により、駿河湾産桜エビの統一認証ラベルの策定が進められ、2020年2月の小売分から重複されつつある。産地近くでは、 軽く塩茹でした釜揚げ桜エビとして鮮魚店に出ることもある。一般には生桜エビや干しエビとして流通する。生でわさび醤油で食べたり、釜揚げ、素揚げ、かき揚げなどにしたりして食べる。干しエビには独特の食感と味わいがあり、お好み焼きやかき揚げなどに使われる。また、干し桜エビをかき揚げなどの具に使う際、使用前に、 フライパンで軽く炒ると格段に香りが増すと言われる。桜エビの漁が行われる漁師町近辺では起き上がりと呼ばれる桜エビと豆腐とネギをすき焼き風の出汁でさっと煮た漁師料理がある。他のエビ同様に旨味成分が多い上、シアルジンを含む殻ごと食べることで香ばしさが感じられる。なお、一般に安価で出回っている干しエビの多くは秋網など、 別の種が多い。静岡県を代表する水産物の一つであるが、静岡県のプライドフィッシュには選ばれていない。台湾の平東県東港町では、東港美穂と称する名産品の一つに挙げられ、天日保持し,したものが様々な方法で食されており、地元料理としては、桜エビチャーハンが名物となっているほか、肉、 と呼ばれる米で作る天津の一種の具の一つとして、欠かせず、白菜の煮物に加えたり、焼き、ビーフン、焼きそばに加えたりもする。他に、ごま、海苔、アーモンドなどと合わせた、スナック菓子やふりかけに加工されて流通している。ありがとうございます。